晩秋の三国海水浴場三国海水浴場は福井県堺市三国町にある海水浴場である。愛称は三国サンセットビーチ。日本の夕日百選に選ばれている。遠浅で子供も安心して泳げることができる。毎年夏に同海水浴場内で開催される三国花火大会は迫力ある水中花火が名物で県内外から多数の見物客が訪れる。 周辺には数多くの旅館、民宿があり三国のグルメが堪能できる。ビーチには各種施設が完備されており、夏の海水浴だけでなく、冬も日本海の荒波を生かしたサーフィンなど、マリンスポーツが楽しめる。また、2017年から三国堤防において開催されている海釣り体験教室はとても人気が高く、ファミリーや若い世代を中心が多く参加している。 なお、海釣り体験教室は、地元のプロデュース会社が、沿岸活性、地域振興の目的で企画、運営されており、日本最大の体験予約サイト、アソビューにおいて、最高賞にあたる、アソビューアード2025レドグランプリを受賞するなど、観光資源の有効活用と次世代に、新たな海の活用方法、海を身近に感じることのできるアクティビティとして、 全国的にも高く評価されている。三国港一帯は、港オアシスの登録をしていて、東馬は、港オアシス三国港の構成施設の位置でもある。ありがとうございます。